こんばんは、戦国どうでしょうでございます。さて、今晩のどうでしょうは、あの久しぶりの登場、スジカブト、ちょっとね、様子をお見せしたいなと思います。というとですね、いつ以来なのスジカブトっていう感じなんですけど、僕も喋ってて、あれ、なんかすごい久しぶりにスジカブトの撮影してるなぁなんて思いつつ、今この動画を撮っておりますが、まあ前回お見せした感じだと、まあ大体のね、形は作って塗るつもりはないという話だったんですが、ちょっとね、前回桶川道のね、動画でもお話をさせてもらったんですが、ちょっと塗ってみようかなと思いまして、一旦ちゃんと仕上げてみようということで、ちょっとね、今ちゃんと仕上げつつあります。その途中経過の方、今日ご覧いただきたいなと思います。まあその前にですね、ちょっと今見切り発車で喋るんですけど、チコロがどのような状態になったかというのをね、ちょっとご覧いただきたいなと思います。ちょっとこれが塗る前なので、写真だけ撮ってあるんですが、まあこういった形でね、チコロの方を作りまして、全部でチコロは2段、そして、現在ね、1回目の塗り、そして軽く耐水ペーパーで研ぐというところまで仕上がっております。さて、まあ前置きはね、ほどほどにして、どんな感じでスジカブト仕上がっているかちょっとお見せしたいなと思います。ではスジカブトどうぞ。はい、現状ね、こういった形で、仕上がっております。まあ塗りがね、甘いのと、あとはちょっと研ぎを入れてしまったので、ちょっと白っぽいような感じで映ってるかなとは思うんですが、糸の方はね、紙紐で軽く脅しているだけですので、まあ引っ張るとね、簡単に取れてしまうのと、あとちゃんと長さ測りつつね、手弱なんですけど、いつもやるとか手弱でも測ってやってないので、左右のバランスがちょっとバラバラというのはあるんですが、まあその辺はね、ちょっとご了承ください。ざっとね、前景ご覧いただくと、こういった形の仕上がりになっております。で、横から見ていただくと、このね、このまびさしの上がり方がね、もうたまりません。すっごい好きなラインが出ております。もうただただ自画自賛という、それだけの今日は動画でございます。背面にすると、あ、ちょっと見えないかな、ちょっと上げましょうか。背面がこういった感じですね。しころもね、ちょうどいい感じに降りてきてる感じの、しころ2段っていうのがね、ちょっと自分の中でだいぶ思い切ったところではあるんですが、だいたいいつも4段とかね、長めに作ることが多いんですけど、結構ここのね、脇のとこ開いて首の自由度が効くみたいな形で今回は作っております。アップにすると、こんな感じでございます。画面見ててもすごいうまくいってるなぁというスジカブトでございます。まあこの後ね、もう1回塗ったりとか、もう1回どころか、多分もう2回もう2回3回塗らないといけないかなと思いつつですけど、いかんせんね、自分はまだこの塗りが下手くそで、このしこものをね、塗ってるとどうしてもうまく塗れなくて塗っては休みかけて、塗っては休みかけての繰り返しにはなっていくんですが、なかなかね、うまく塗れないと。この辺の塗りが極められるのは一体いつのことになるのやらというお話でございます。はい、ということでね、今日は久々の登場スジカブトということでね、どんな感じか、今このね、目の前にドーンという感じの形でお見せしてるんですが、かなりね、自分の中ではこう作ってる途中で得られたものが大きかったので、この使ってそのまま応用とかね、そういうことができるようなカブトになった、なってきてるんじゃないかなと思います。まあつってもまだ裏側とかね、いっぱいやることはあるので、先に仕上げてからね、他のカブト作らないといけないのかなとは思ってます。はい、ということで、今宵のどうでしょうはこれまででございます。